神経断裂、神経断裂、神経断裂、A, Division of the Nerve, 毒ミシスは、外傷などによって、神経の連続性が断たれた状態である。抹消神経の障害については1943年に、サー・ヘルベルト・セットン、1903から1977により3つに分類されている。神経断裂は、 セットンの分類において、ローミシスに相当するもので、外傷によって神経の連続性が立たれた状態を言う。神経断裂が発生すると、その神経支配下の筋麻痺と知覚障害が起こる。解放した総称が認められ、直視下に神経断裂が確認できる場合には診断上の問題はなく、できる限り早期に神経包合術を行う。それ以外では、 麻痺がある場合にも、部分損傷、もしくは神経圧迫、犬医によるものとする判断が治療の観点から重要とされる。診断の際は、詳細な筋力検査、視覚検査が最も有効であるが、筋電図などの電気生理学的検査も補助手段として用いられる。関連する障害としては次のようなものがある。団体神経種、A、アンプタチオンネウロマ、ク。 アンプやテシャンアラムは、末梢神経が断裂した後、もしくは切断された後、神経の中枢側断端に生ずる主流で、再生した神経繊維、手腕細胞、結合組織からなり、真の新生物ではない。外傷後、もしくは手術後に生じ、主流部に圧痛があり、痛みは切断された神経の支配領域に放散する。内臓手術後、 瞑想神経団体に生じることもある。疼痛が強ければ切除し、修復には神経方合術を行うことが適当とされる。神経脱臼、A, ディスラケーションオブザナーブ、毒、ナービンラックスションは神経が解剖学的に本来あるべき位置より脱臼するものを言う。圧倒的に多いのは、尺骨神経が肘部で起こすものであるが、肥骨神経が 肥骨小頭部で前方に移動することもある。尺骨神経は上腕骨尺側上下後方法の尺骨神経口を通り、その後やや前方に出て、尺足子根屈筋の筋膜下を走る。肘屈曲時に尺骨神経が溝から逸脱して前方にあ脱臼、脱臼することが多く、麻痺を生じることもある。場合によっては、手術が必要とされる。神経形成術 A んプラらティ、ドク、ナービンプラスティックとして、最も重要視されるのは、団単同士の端々紛合による、神経包合術である。他に代表的なものとしては、神経移植術、神経剥離術、神経切除術があり、状況に応じて行われる。さらに、神経断裂において施されるものとは別に、神経移動術、神経移行術のような特殊な神経形成術もある。 神経方法術、A、ナーブスツレ、ローミシス、毒、ンローミシスは、神経断裂の修復において行われるが、その効果には、患者の年齢、早傷の状態、手術までの期間、包合部から神経終末までの距離、神経の緊張の有無、手術主義などが影響する。神経は、末梢部を除いては運動、近くの両者が混在する混合神経であるため、 なるべく運動と、近くそれぞれの神経策を合わせるように注意し、細い貼り付けナイロン糸を用いてルーペ、または、顕微強化で縫合する。神経の外傷による損傷では可能な限り、神経縫合術を行うことが望ましいが、団体が存在しないなどの場合には、神経一触術、A、ナーブグラフとトランスプランテーションオブザナーブ、毒、ナーベントランスプランテーションを行う。 移植神経としては、切除しても大きな障害の残らない、被覆神経が用いられることが多い。マイクロ主義による方法によって、手術効果は向上し、移植神経は、軸索再生のルートとして役立つが、血管柄付け神経移植も試みられる。竹神経移植は問題を残し、一般的ではない。神経剥離術、A、んどらしす、毒は、神経方法術。 神経移植術を行った後に期待した回復が得られなかった場合のほか、神経が外力によって圧迫を受けている場合、神経が周囲の反根によって狭窄することに禁する麻痺があって自然回復が認められない場合などに行う。損傷部を上下の正常部から追って周囲組織から剥離し、公約が認められればその部分の神経上膜を切開あるいは部分切除する。 周囲組織が半根化している場合には、健常な部位に、神経を移動したり、脂肪弁もしくは、有形皮弁で被覆したりすることが必要になることもある。抹消神経の断裂部位には、軸索が再生するが、包合されていないと方向性を失って、膨大部を形成する。これが常実の団単神経種だが、鎮球性の症例の手術の際には、 これを切除して正常な神経束を出して縫合する。これを神経切除術、A、ナーブラセクション、毒、ナーベンリゼクタイオンという。視覚神経で縫合が行われておらず段々部で頭痛の強い場合、または脂質切断で神経の段々に激痛を伴う場合には神経切除を行い、その段々をできる限り外力を受けない筋肉内に置く方法をとることもある。 神経移動術、ナーブトランスローケーションは、肘部間症候群で、尺骨神経を前方に移動して、緊張を解除し、さらに皮下脂肪もしくは筋層内を走るようにして、外部からの圧迫刺激を緩和する方法である。神経移行術ナーブトランスファーは神経を、他の神経に移行するもので、非回復性の前科腕ウ神経層麻痺において、肘屈曲,曲力を再建するために、 六冠神経を筋側神経へ移したり、非回復性の正中神経麻痺において、尺骨神経の近くにを移すためなどに行う。損傷の程度、状況によっては、手術以外に薬物治療、理学療法などが行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。